しっかり勝って優勝して優勝報告をできればいいと思います。ありがとうございました。飯島康夫選手のインタビューをお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。では櫻井さん、よろしくお願いします。 3x3.exe プレミアジャパン2020カップ、パワードバイスーパースポーツゼビオ、セミファイナルゲーム2、準決勝第2試合、サイモンドットエグゼブラック、ホワイトが東京ダイムドットエグゼ、両チームロスター紹介します。まずはブラックのサイモンドットエグゼ、4番ニコラ・パブロビッチ、0番浅野貴文、6番コラン陽介、73番川崎ローレンス、ホワイト東京ダイムドットエグゼ、7番鈴木啓太、70番小松正弘、99番落合智也、98番藤高総一郎、両チームおなじみのメンバーです。さあコート上3対0とサイモンドットエグゼブラックがまず先手を取ってます。いや、今の落合選手うまいですね、はい、自分で巻き込んでファールにしましたね。なるほど、はい、本人しれっとしてますけど、はい、してやったりだと思います。浅野選手痛がってますね、はい、関節決められたみたいになってますもんね。そうですね。Yes, 2 point. サイモン出だしすごい調子いいですね。いいですね、はい、OK、小松の2、高い力ディフェンス。ダイムとしてはそうです、ね、ニコラ選手にある程度やられるのは仕方ないですので、はい、他の選手にあの気持ちよくプレーさせないことですね、うん、コメント欄では小林選手からもゴー安男と来ております。ありがとうございます。安男ゴーしてましたね。ゴーしてましたよ、はい、ケータ。ニコラの2。ニコラ選手もスイッチ一つ入ったような感じで、うん、ディフェンスも非常に頑張ってるので、はい、そうなるとちょっと厄介ですよね。そうですね。これはどっちが先かな。ショットクロック先ですかね。ファールかショットクロックか、際どいプレーでしたね、はい、ただいいプレーでした、はい、ファールが先のコールだ。ファール先ですね。今もコラン選手ファールしないと絶対入ってましたからね、シュートは、はい、ファールゴー。岡田さんがゴーダイム言ってますね、はい、岡田雄介選手からもゴーダイム、完全にこの狙ってますね、この順番をね。そうですね、本人の試合も終わったところじゃないですかね、はい、今日、まあ、でまあ B リーグの試合見終わった人もこっちにぜひ流れてきてほしいですね、はい、ちょうど今からつけても面白いセミファイナル、はい、そして決勝戦ファイナルです。2020年ラストのプレミア 3x3 はあと2試合。 Yes, 2 point。 小松選手2本目です。川崎ローレンス、独特のタイミングで打ってきます、この川崎ローレンス。鈴木啓太選手と、まあ、一回り以上年の差が、はい、ありますけど、まあ、啓太選手も負けてらんないと思います、ね、そうですね、
落ち合い。ニコラ、クォー挟まれた。ニコラ選手のファウルですね。はい、コート上同様にコメント欄も盛り上がってきました。コメント合戦ですね、両チームのね。はい、そうちゃんは藤坂選手のことですね。そうですね、こちらは大阪ダイムのオーナー様からコメントです。去年はね、そうちゃん大阪ダイムで、そうですね、はい、活躍されたプレイヤーです。まあ、この試合でもダンクが見れるか楽しみですね、はい、早速ダンクが来た。おう、コランすぐにジャンパーで返す。でここまでかなりハイスコアですね、お互い。あ、これも鋭いパースから11対9。ナイスバウンド、ナイスバウンド。ニコラ、藤高がディフェンスにスクール、クォー、その上から決めてきた。ナイスです。さらにその上を行くオフェンスですね。ですね。やっぱりこの東京ダイムはパスが早いですね。早いですね。うん、パスしてる間に人も動いているので、はい、守る方としては非常に大変ですね。うん、ここで TB タイムアウト。残りは6分37秒、スコア12対9、ブラックのサイモン・ドットエグゼ3ポイントリード。今この、川崎選手ですね、はい、よかったです。ちょっとミスが出ましたね。うん、ニコラには落ち合いがマッチアップ。クォー、ここはレフリーコールノットクリアザボールのコールをしております。話し合ってナット、クォー、ナイスパース。落合選手のスクリーンもしっかりかかったので良、はい、かったですね。ニコラ、パスの出しどころがなかったので自分で行きましたね。うん、ここは腕を使ってニコラのファール。さすが普段外国人選手とやってるだけあって、はい、押し込んでますね、押し込んでます、落合選手、はい、ブロック、うわっと、また落ち合いがニコラの元へ。ツーポイント、アウトサイドシュートが調子いいですね。これはテクニカルファールをコール、はい、ブラックにテクニカルファールです。
ニコラのアクションに対してのテクニカルファウルをコール。サイモンとしては流れを持っていけるいい機会だったんですけど、ちょっともったいなかったですね、はい、14対11。リードは3点、まだブラックのサイモンドットエグゼ。ここのマッチアップ面白いですね、うん、やってますね。落ち合い、まもなく5分を経過。ハイスコアなゲームです。14対11。ムービングですね今のは。はい、ファイナルで待ち受けるのは宇都宮ブレックスドットエグゼ。ポジション争いで落合選手のオフェンスファウルになりました。はい、川崎ローレンス。サイモンが要所で2ポイント沈めてきますので、はい、なかなか点差が縮まらないですね。藤田か、さあどっち。ボールはホワイト、東京ダイムドットエグゼ。サイモンはこれが7つ目のファールです。東京ダイムも6つ。もうここからのファールはフリースローに結びつきます。おー、ナイスです。ショットクロックバイオレーションだ。ノーカウントのコール。今小松選手のディフェンスが素晴らしかったですね。小松選手ドライブ読んで止めてましたね、うん、ここで TV タイムアウトをコール。ゲーム再開。両チームまだチームタイムアウトは残して残り3分55秒。4点を追いかけるホワイトの東京ダイム。ブラウン。ショットクロックバイオレーションだ。ニコラで行く。うう、これもねじ込んできた。17点目。藤坂が行く。おお、高い。あの日本人離れですよね。そうですね、はい、片手でボールを掴んで、おお、押し込んだ。今度は鈴木啓太返す。お互いやり合ってますけど、ダイムとしては止めないと点差が縮まらないですからね、うん、今度はコランのアタックからニコラだ。ここに来て藤田が2で返す。さあ20対16。あと1点でノックアウトはサイモン。ファールもできないですから。これはどうだ。ファールをコールか。
ゃあニクラ選手がかなり牙を剥いてる感じですね。来ましたね、はい、ここに来て。ここでタイムアウト。タイムアウトは東京ダイムドットエグゼガコー。ここで 3x3 ドットエグゼプレミアよりお知らせです。リーグスポンサーのスーパースポーツゼビオ様より公式アプリがリリースされました。モバイルポイントカード機能はもちろん、さまざまなキャンペーンやお店の最新情報を知ることができるほか、楽しく遊べるミニゲームも充実しています。詳細は YouTube 概要欄に記載しておりますリンク先をご覧いただき、ぜひダウンロードください。チームファウルは7つ目。2本のフリースローです。1本でも決めればノックアウトで決勝進出。 KO 超えてます。雄たけびはサイモン。 3x3.exe プレミアジャパン2020カップ、パワードバイスーパースポーツゼビオ、セミファイナルゲーム2、サイモン .exe vs 東京ダイム .exe、 ファイナルスコア21対16、決勝進出、ウィナーはサイモンドとエグゼに決定。これで本日